太陽国の料理の一つであり、鍋料理の一つである。MK レストランの大好き中央に、煙突の立ったシャブシャブ鍋もしくは通常の平鍋に湯を沸かし、肉や野菜、海産物、肉団子など、一口大に下ごしらえした具を煮て、タレにつけて食べる。タレに各店が工夫を凝らし、その店の特徴を決定づけるものとなっている。タレには刻みニンニク。 ライムの絞り汁、唐辛子をお好みによって入れても良い。最後はおじや、または麺類で締める。一般の食堂で出されるほか、MK、コカなど、チェーン展開している専門店も存在する。大好きという名称は、日本のすき焼きから借用したもので、1955年に、バンコクのレストランが、中華風の火鍋を、すき焼きという名前で提供したことに由来していると、 される。これは、日本のすき焼きとは全く異なる料理であったが、タイ国内では、すきという略称で定着し、国外では、大好きと呼ばれるようになった。大好きの普及は、1957年に創業したコカという関東料理店の成功によるところが大きい。コカが提供した好きのスタイルはその後の標準となり、MK レストランなどの後続店を生むこととなった。 大好きは中国料理の火鍋が台風にローカライズされたもので、しゃぶしゃぶや寄せ鍋に近い料理である。様々な具を入れて煮込み、具とスープを各自取り分けて食べる。その際は引き上げるために小さな金網が各自に用意される。大国政府観光庁日本支局、ザ・ヒストリー・オブ・コカ・シンス1957対観光旅行ガイドバンコクナビ。 鍋が煮えたら小さな器に具とスープを移す。ありがとうございます。